日本一の宝石伝道師、えっちゃんです。若葉新緑、青葉風香る。5月は木々の初々しい緑を表現する言葉がたくさんあります。春から初夏へ、自然の緑とともに五感でみずみずしく爽やかな季節を感じるこの時期、5月の誕生石がエメラルドというのは多くの方がご存知かと思いますが、実は翡翠も誕生石なのです。今この時期、自然や環境や世界情勢に何かを感じているご自分に、そこに不安はないと安堵感を与えてくれる翡翠。今回は翡翠の奥深い魅力とそのメッセージをお話ししたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。エメラルドが四大宝石の一つ、西洋の宝石として限りない伝説を残してきたのと同様に、翡翠は東洋を代表する貴重で身を守る神秘な石として大切にされてきました。翡翠という火と水はそれぞれカワセミという鳥のオスとメスを表していて、成功と繁栄を象徴する石として尊ばれてきました。宝石として翡翠と呼ばれるようになったのは、18世紀にミャンマーで鉱玉が発見されてから、それまでは中国では玉と呼ばれていました。ミャンマーは高温多湿のため風化して赤茶色になった土の中から翡翠が採掘されます。その土の色に染まって翡翠の表面は赤茶色く、原石を削ってみると内側は緑色。そんな翡翠をカワセミの色合いに見立てて翡翠の字を当てたと言われています。翡翠はジェダイト、紅玉とネフライト、南玉と呼ばれるものがあります。この2つは別の鉱物です。中国で翡翠は五徳、仁義礼智信を司るとして古代から尊ばれ、玉と言われ、玉は宝石の意味です。古代から中国で最高の玉とされてきたのはネフライトのことで、銅線石、緑線石系核線石の鉱物のことを言い、18世紀にミャンマー、前のビルマですね、そのミャンマーで翡翠が発見されるまでネフライトとジェダイトの違いが区別されていませんでした。中国4000年の歴史を彩るネフライト、特に白い玉は価値が高く、古くから彫刻などに使われていました。またカナダでもグリーンネフライトが取れますね。ネフライトと比べてジェダイトは翡翠輝石という鉱物を主成分とします。実は日本では縄文時代から国石と言われるほど日本全国で産出されていたようです。また日本で翡翠の価値が認められたのは、現代の宝石という概念がない縄文時代からだと言われています。ただ大使や勾玉は縄文弥生時代に日本で作られていたことが知られるようになったのは戦後だったそうです。世界最古の翡翠の産出地で有名な新潟県の糸魚川や富山県の翡翠海岸などは、今現在もロマンを求めて翡翠を探しに訪れる方もあります。縄文時代から5000年の時と空間を超えて1万年も続いたと言われる縄文時代の遺跡から採掘される翡翠の勾玉や大使からはどんなメッセージが込められているのでしょうか。勾玉はよく胎児の形をしていると言われます。そこには生命の誕生と命の尊さ、魂が永遠の命を求めている人としての祈りが形作られているのではないでしょうか。アメリカの先住民インディアンがズニフィティッシュという動物をかたどったトルコ石やサンゴの石をネックレスにして首にかけていたのと同じく、日本も古来からお守りとして翡翠を大切に身につけていたのではないかと思います。悪霊退治のシャーマニズムは人類が発祥してから宗教よりはるか長い歴史があり、病気治癒、厄払い、精霊が宿ると言われ、呪術的な神秘な力をその石の力と重ね合わせていたのではないかと感じます。人は古来から永遠の命を求めて現代も求め続けている。翡翠はその魂の向上と肉体の永遠性、子孫の繁栄、病や悪霊からの回避、人が人を守るための力強いオブジェでした。現代も翡翠が幸福、繁栄、長寿、
安定、道開きの石として尊ばれるのも頷けます。翡翠は昔から腎臓や脾臓の病気が治ると信じられていて、温めた石を宝石として腰に当てていたという話もあります。秘めた能力を開花させて夢や目標を達成する石、富と成功のシンボルとして尊ばれてきた宝石、物の時代から心の時代へと変化している現在、全ての運気や持ち主の意識を引き上げてくれる底力のある翡翠は、今この時必要とされている力ある宝石と言えるでしょう。心穏やかに徳を高め、願いを叶え、身を守る守護石。また不老不死の薬として翡翠を粉にして服用していたという記録も残っているそうです。大地にしっかり足をつけて根を下ろしている自分に龍神が宿るという翡翠が微笑む。翡翠の価値は時代が移り変わっても引き継がれていき、平成28年には国石として認定されました。まさに翡翠は日本を代表する宝石です。また翡翠のイメージは緑が大半かと思いますが、白、黄色、赤、紫、オレンジ、黒、ラベンダーカラーなどもあります。緑の翡翠でも濃い緑色、半透明のものは濃淡と呼ばれ、最高級の翡翠と言われています。濃く美しいグリーンがとろっとしていて、まるで銀杏の実を濃くして表面に油を流してとろんとさせたような色、老館。透明度が高い翡翠はなかなか巡り合うことができません。そして石だけでお守りとして持つのも良いですが、せっかくならリング、ペンダント、ブレスレットなどで身につけたいですね。こんな感じで翡翠も年齢、性別を問わずその方に合う表情をしていて、これまで翡翠イコール地味というイメージを一掃する美しく可愛らしい翡翠もあり、男性らしい勇敢で猛々しい翡翠もあります。生涯のお守りとして持つのも、心が落ち着いて自分を見つけ出せる宝石だと思います。翡翠は調和、豊穣、忍耐、再生、命を意味する宝石として、お守りとして持たれていたのは今も昔も変わりません。人徳、幸運、繁栄、成功、生命力、現代において自分がなすべきことは何か、自分だけではなく人として何ができるだろうか、そんなことを考えながら翡翠を見つめていると、穏やかで奥深い落ち着きと愛情の眼差しを感じることがあります。本来のお守りとは、自分のためだけではなく共に生きとし生けるものの命の安全や心の安定、自分のことのように喜んでお互いに笑い合える環境、幸せという文字を絵に描いたかのような天真爛漫な笑顔、そこに臨むものは不老不死だけではなく引き継ぎ語り継がれていく生きることへの意志と揺るがない心、この地球上で過ごす刹那の時を力強く生きる覚悟、自然と共に生きてきた古代から現代の人類への言霊が翡翠を通して響いてきます。あなたは今どんな生き方をして、その意志の強さをどんな形で貫きますか。先人の残してきた熱き思いを、命の尊さを心の底から叫ぶことができますか。幸運が宿る神聖な力を持つ魔法の石、翡翠。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が良かった、参考になったと思われる方は高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。えちゃんでした。